産業理論というものにつきまして、概要にですね、イントロダクションを話したいということで、1時間半、簡単に説明していきます。で、これは、新しい学科、電気電子情報工学科の、フレッシュマン、新1年生に対する概論の一つの授業ということになります。ちょっと自己紹介しておきますと、名前は山上智之という名前で、専門分野は理論計算機関、テレビカルコンピューターサイエンスというところをやっています。で、今日の話はこの中から、計算業、計算の複雑さに関する、理論についての話を、中心に話をしていくということになります。ちなみに、今の写真ですけれども、これ国際会議に、スペインの国際会議に出たときに、こんな写真に、後ろにあるのがローマ時代の、水道です。さあ、それで、まず最初に、簡単に概略ですけど、計算機関とは何かという話で、概略を簡単に話しまして、それから、アルゴリズム、それから計算可能性、それから計算の複雑さというところに焦点を当てて、もう少し説明を補充していくということになります。皆さん、コンピューターにはもう生まれた時から接していると思いますけれども、計算機革命の時代であるということの認識ですよね。で、計算機というのはもうなくてはならないものだということです。で、昔、産業革命というのがありまして、機械という人間に変わっていくと、機械を使って人間の労働を変えていくという形で進歩していく、もともと人生方針発祥したんですけれども、計算機が出てきて、それから計算機を使って今度はさらに人間の労働を簡単にしていく、それから人間の手助けをしていくという形で進んでいきました。で、体力だけではなくて知力ね、考える力というのも、計算機の方に、任せていくというのが、現在の空間になっています。ボタンを押すだけで、動いて、それで何でかやっていくかと、ね、それから情報、最近ビッグデータという言葉が巷に出てますけれども、大量の情報、ね、でそれを蓄積して取り出すこともできますということですね。じゃあ計算機は何かという話なんですけれども、計算機というのは、言葉通り計算をする機械というのがもともとの発想でした。ね、1秒間にこう100万回ぐらい、何か演算をしてしまうというわけですね。こう高速に動くということですね。このおかげで、いろいろなことが素早くできるということになります。機械が実際に実行しているのは単純な演算なんですけど、その演算を組み合わせることによって複雑なことを行うということになります。計算機で行うためには、その計算機がどういうふうな演算をしているのかということを、こう人間の方から与えてあげなければいけない。つまり最初に足し算をして、次に掛け算をして、次に割り算をするというような感じですよね。与えられた仕事をどのようにして行うか、そういうことを与えてあげなければいけない。その与え方が、与えるその手順というのが、アルゴリズムと呼ばれるものになります。簡単に言うと、仕事をどのように行うかを記述するものがアルゴリズムということになります。で、アルゴリズムというのは、ここに書いてあるんですけど、もともと、ペルシャ、ずいぶん昔ですけど、ペルシャの数学者の名前に依存し、由来していると言われています。で、アルゴリズムというのは、ステップというものを、並べておいて、そのステップごとに実行していく、実行する。ね、そういう形で、行っています、ね、このプロセスあるいは処理と呼ばれるものを、発生しておりま す。で、この、プロセスを実際に実行するものを、プロセッサーという言い方をする。ですから計算機は一種プロセッサーであるという。プロセッサーというのは何も機械である必要はなくて、人間であったりとか、あるいは、単純な装置であったりするということになります。で、その具体的な例として、プロセス、例えばセーターを編む、模型飛行機を作る、ベイクを作る、洋服を作るなんていうのがあります。
で、例えばケーキを焼くというような処理をしたかったら、まずアルゴリズムとしては料理法ですよね。最初に何をして、その次に何をして、次に何をするという、でそういうものがそのステップによって記述されます。例えば一番最初に、例えばボウルを用意して、それから卵を3つ用意して、次に卵を3つ割ってボウルに入れて、それから卵を泡立ててという形ですね。最後こう焼いて終わりというようなところまでの、その料理の方法ですよね。例えばクックブックみたいな、ね、料理の本とかね、こういうものがアルゴリズムということになります。これに従ってやれば、最終的にケーキが出来上がるということになります。アルゴリズムっていうのは何も計算機とかね、コンピューターだけの話ではなくて、一般的な、ものであるということをちょっと頭に置いてください。さあ、それで、計算機の、構成要素なんですけれども、まあ、ここにありますように、大体3つですね。セントラルプロセッシングユニット、CPU と呼ばれる、つまりコンピューターの頭になるんですね。それから、あとは記憶を入れておく、メモリーですね。それから最終的、それから入出力。まあ、計算機には、要するにキーボード、あるいはそのファイルからこう入力する、データを入力しまして、最終的に得られた結果を画面上にプリントアウトする。例えば、それから、プリンターにそのまま出す。いうような形で出力が決まっています。ですから、この入力出力、この IO というんですね、これが重要になります。例えばゲームソフトの場合では、その出力がいかに鮮やかに綺麗に出るかということも問われることになるということになります。さあ、それで先ほどあった IO ですね、 IO デバイスですね、それから真ん中にある CPU、 それからメモリ、この3つは相互の関係があって、これらをうまくつなぎ合わせながら計算が進んでいくということになります。さあ、計算機の速度なんですけど、これは年々進んでいます。どんどん速くなる、要するにチップというのがありますよね。それがどんどん小さくなって、まあ、インテルとかで作っているわけですけれども、そういうところがどん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 小さくして、さらに速くするということで年々速くなっています。で、これはムーアの法則というのがありまして、ある一定の速さで、機械がどんどん速くなるという、まあ、経験数ですけれども、というのがあります。ですから1秒間に例えば100万とか1000万とかというような演算が一瞬でして出来上がります。まあ、演算自体は、まあ、バイナリーですね、要するに0と1だけを組み合わせて、例えば0たす1とかね、0、1たす1というような簡単な演算だけで行われています。ただ、ものすごく速いので、たくさんのことがいっぺんにできるように見えるということになります、ね、高速だっていうことが言われますよね。まあ、人間っていうのはそんなに高速に計算ができる、まあ、暗算が速い人もいますけれども、それでもコンピューターには変わらないですね。ただ人間ができるっていうのはまた違うということで、例えばたくさんの例えば映像をパッと見て、そこに何人がいるかとかね、あるいはその映像をもとにして、ある推測を立てて行動するなんていうような、そういう能力に人間は欠けているので、まあ、こちらの方の計算機に違いにこう簡単に比較することができるということになります。で、この人間の頭脳に近づけるということで、最近では人工知能ですね、AI と呼ばれる、こういうものが、どんどん研究されているということになります。まあ、そこで、計算機は本当に速いのかという話なんですよね。まあ、確かに、先ほどのように1秒間に100万とか1000万とかっていう演算はできるんですけれども、それは単に、機械的な操作が速いということですね。で、それを持ってしても、例えば難しい問題が解けるとか、例えばチェスなんていうのをやってその人間に勝てるとかっていうのは、まあ、今機械が結構勝っている。それから将棋についても大体コンピューターが勝っている、プロの棋士も、負けることがあるというような感じですよね。で、このように、まあ、コンピューターが速くなって、いろんな問題が簡単に解けるようになるというのが、まあ、現実的に皆さんが実感していると思うんですけれども、この反対でいくら時間をかけても解けない問題というのもあります。ですから、その、できることとできないこと、これをちゃんと線を引いて、こちらはできるけれどもこちらはできません、ね、できるものについては早く、できないものについては
諦めるっていう選択もありますけれども、現実的にはそういうわけにはいきませんから、どうするかというと、他の手段を使う、例えば、正確な、関数の値を求めたいというときに、じゃあそれを求めるのはできない、困難であるということが分かれば、どうするかというと、近似で、ある程度近い値で我慢しましょうというような形もあります。でまあ、信頼性につきましてなんですけれども、まあ、計算機はよほどのことがなければ、まあ、プログラム通りあるいはアルゴリズム通りに動きますから間違うことってのはあまりないですね。まあ電気がなくなったら止まってしまうということもあります。まあ間違いが少ないんですけれども、その元となるアルゴリズムですね、人間が与えるプログラムが間違っていたら当然結果は違うというふうに、ですからいかに正しいアルゴリズムあるいはプログラム、アルゴリズムとプログラムはまあほとんど同じものだと思っているんですけれども、アルゴリズムをきちんと与えていくということになります、コンピューターの方では、まあ、アルゴリズムが本当に正しいかどうかということを特にチェックするわけではあります。コンパイラーで皆さんコンパイルしたときにエラーって、それは文法的なエラーですよね。で実際に中が本当に正しい計算をしているのかということはチェックしてくれないということに、まあ、こういうことが、まあ、長所でもあっても短所でもあるで間違いが少ないから長所なんだけれども、アルゴリズムが本当に正しいのかどうかなんていうことはチェックしてくれないので、まあ、短所というふうになります。でメモリに関してなんですけれども、現在ではもうテラバイトぐらいの大きさの、メモリのスペースというのが用意されるようになりました。この間あのヤマダ電機で買ったらこのくらい小さな、ハードディスクですよね。これでもう1テラバイトの大きさに、ちゃんと持ち歩きに反対に入れて、旅行とか便利なんですよね。まあ、昔はちょっと考えられなかったんですけども、というような記憶装置というものがどんどん増えます。ただ、この記憶装置って大きければいいかというと、そういうわけではなくて、そのメモリーっていうのはどん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 こう蓄えていくことができますよね。例えば、セーブとかって言って、あのファイルをどんどん入れれば。じゃあ、それを取り出すときに、どこに情報があるのかっていうのをどっかで覚えておかなければ、要するにマッチバンドですよね。それを覚えておかなければ取り出すことができない。端から全部調べつぶしに探していったら、1テラバイトってものすごく時間かかります。それを毎回毎回やってたら当然、全体の計算が遅くなるということに。ですから、この覚えておくっていうことはどっかでまあ表を作って、この情報、このファイルはこのバンチにあると、この、要するに皆さんが習ったポインターみたいな。ポイントになったら配列にしても必ずそこの場所に読み込みに行かないといけない、ね、ですからアルゴリズムを作ったりするときには、それを実行する時間ということを考えるときにこのメモリーへのアクセスの時間になることも考えるということになります。まあ、これちょっと一般的に話して、あとはデータのサイズですね。先ほどはそのビッグデータといいまして、そのデータ例えばGoogle なんていうのは皆さんの写真見たことがあると思いますけど、 Google の本社に行くと大きな、要するに記憶をしておく端末が、もう何百台とずらっと並んでいます。もうフロアいっぱいに、ね、でそういうようなビルをいくつも見て、そこで全ての情報を例えばインターネット関連の情報を蓄えておいて、そこから、なるべく素早い検索の、アルゴリズムで例えばキーワードを皆さんに打つと一瞬にして何万とか、ね、何十万っていうようなデータが入っているというふうになります。でもちろんあの Google の方ではどうやって検索しているかっていうのは秘密にしています。それは企業秘密です。これがまあ大体の大きさなんですけれども、例えば10の5乗ってやつですね、これは0を10個、5個並べたものですね。これは大体辞書に出ている、単語の数が分かるようになります。それから電話番号大体12桁が標準ですから、10の12乗ぐらいがの番号が世界中にあるということになります。で10の15乗ぐらいになりますと、まあ、この世に生きてきた人間の数がこのぐらいということになります。で今まで作られたメモリーの、まあ、世界中で作られたメモリーですね、それを全部ビットで全部計算すると大体10の20乗ぐらいになるというわけです。で大体、ここに書いてありますけれども、コンピューターでまあ使える、まあ、ギリギリ使えるのは大体10の 30乗ぐらいまでのデータしか使わない。で例えば10の79乗になってくると、もうこれ宇宙ですね。宇宙にある電子の個数が、まあ、大体10の79乗ということになります。ですから10の100乗なんていう数なんて
ったらもうとてもじゃないですけど、例えば地球が崩壊するのは、まあ、大体あと50億年ぐらいと言われてますけども、50億年経っても終わりますということになります。ですからいかに早く計算をするかというのが重要になります、ね、ここで重要なのがいかに計算を行うか、ね、いかに与えられた仕事をこなすかという、ね、そのブループリントになるのがアルゴリズムということになります。でこれを文章にしたのがプログラムです。ですからプログラムを書く前にまずその考える、ね、いかに問題を解くかということを考えなければいけない、それがアルゴリズムになります。それで、まあ、アルゴリズムというのはあのプログラム言語には依存しませんので、いろんな言語に書き直すことができます。例えば C だったり Pascal だったりフォートランだったりいろいろですね、Basic だったり、でそれで、最終的にプログラムを実行するように、ね、ですからアルゴリズムっていうのはプログラム言語にも依存しませんし、使うコンピューターによっても依存しないということになります。まあ、コンピューターにしてみると同じプログラムでも C 言語のプログラムを皆さん書いても、例えば、ソニーのコンピューターとそれから東芝のコンピューターではやっぱりスピードも違っています。やってることが違います。中でやってる演算の仕方が違うということになります。でも、まあ、プログラムはあんまりそういうように表立てるところは、考えなくていいんですけど、皆さん例えば就職してプログラマーになったり SE になったりした時にはどのコンピューターがどういう操作をしているのかまで考えないと実際プログラムで書けないんですけど、いかに早くするか。でアルゴリズムというのはすごく重要であるんですね。で、まあ、計算機関数というコンピューターサイエンスですね。まあ、アルゴリズムというのは、まあ、言語とか機械そのものよりも重要だったということがあります。まあ、基本的にアルゴリズムを書いて、アルゴリズムを考えまして、それをプログラミングして、プログラム化して、それを機械に翻訳、機械語に翻訳。機械が読めるのは機械語と呼ばれる。皆さんが書いている C 言語というのは応急言語と呼ばれる、まあ、人間に分かりやすい言語ですね。それを機械に分かりやすい言語にコンパイルします。でコンパイルした後動かすということになります。さあそこでいよいよ計算可能性の話になります。で、どんな、計算機、まあ、あって速い計算機でも、まあ、でそれでも解けないので計算できないものっていうのがある。ですから何が計算できて何が計算できないかということを理解する、ね、それを調べるということが一つ重要になります。それをやるのが計算可能性の理論ということになります。で、まあ、問題は解ければいいのか解けないから諦めるのかというのとまたちょっと次元が違う話があります。例えば、明日までに、終わらせない仕事があったとしましょう、ね、これは計算が可能な問題だということは分かっても明日までに行けるあるいは1年かかるとか、ね、コンピューターを30台つなげて3ヶ月かかるとか、ね、そのどのくらい時間がかかるかどのくらいのメモリーを使うのかということを考えないというのがこれ現実的な問題です。でこういうようなものを研究するのがこれ計算量の議論あるいは計算の複雑さの議論、このコンピューションコンプレックスコンプレックスで言ったら複雑さというんですね。でコンピテーションの計算の、ね、ですからそのままやってれば計算の複雑さということになります。でこういうことを研究する必要があるんです、ね、ですからその時間がかからずに、メモリーをあまり使わない最良のアルゴリズムが本当にあるのかないあるいはどうやったらできるかということを考えるかというふうになります。ただそれからもう一つ考えなきゃいけないアルゴリズムというのは皆さん考えるんですけれどもそのアルゴリズムが本当に正しいのかこれはまた別な話です。皆さんが例えば、授業の時に課題を与えられてちょこちょこっと書いてます。本当そのちょこちょこっと書いたものが本当に正しく動くのか、まあ、皆さん適当にこう数値を代入してやってみたら3回やったら3回ともあったじゃあこれ正しいんじゃないかと思うんだけれどもそれでは実際に本当に正しいのかというのは分かります。例えば入力っていうのは言語あるんですね、言語本当にテストしたんですよ。で現実的にはそんなテストできません、ね、ですからそのアルゴリズムが正しいということをどうやって確信する、まあ、数学的に証明するということが必要です。でこれがアルゴリズムの正当性の正しさの問題ということになります。でもし間違っていたら大変ですよね。昔今でも時々ありますけれども例
えば銀行のシステムですよね。でどこかで一つちっちゃなちっちゃなバグがあったりすると、もうそれで、日本中の ATM が止まってしまう。で、1日止まるだけで何億円という損害です。君たちのプログラム書くわけですよね。で書いていい1箇所ピリオドを忘れたら、これだけでもうコンピューターに動かない。そしたらその損害、君たちが弁償しなきゃいけない、賠償しなきゃいけない。例えばこのプログラムを、納入した、業者ですね、ここが、保証しなきゃいけないってことになります。ですからすごく重要なことです。でこれも、きちっとで、まあ、重要なのはその部分正当性ですよね。アルゴリズムが停止したときにはいつでも正しい答えが出る。まあ、停止しないときはもう考えない。それからもう一つは、どんな入力に対しても無限ループに入って止まらないなんてことはない。必ず答えは出る。ですから上と合わせますと必ず止まって正しい答えが出る。でそれから、いやそうですね、必ず停止して正しい、全域的に正しいがどうでしょう。ではもう一つ実際なのは実行可能なのか。例えば与えられたメモリー、例えばここにあるここにあるコンピューターのこのコンピューターですね、メモリーのサイズは決まってます。まあ、外付けをつければまあ増えますけれども、それから演算スピードも決まってます、ね、クロックサイズも決まってます。そうしますと それらで本当に時間内にできるのかということですね。先ほどから言っている時間とかメモリーというのは一般に資源という言葉で言われます。リソースというですね。で、これを使って本当にできるというで、こういうことを考えるのが計算力の理論ということになります。さあ、それで、今までのはちょっと一般的な話なんですけれども、まあ、2年生と3年生、特に情報工学の方のコースに、希望していく人は、アルゴリズムというもの、それから計算の複雑さ、計算の可能性というものにつきましては、2年生の集団で定式ゲームの方法、それから3年生には選択実習、計算のアルゴリズム設計、こういうような授業でしっかり勉強するということになります。でもし興味があれば、すでにもう YouTube の方に講義ビデオが上がっていますので、見たい方は授業をどんなふうに行っているかということを、まあ、検索としては、まあ、僕の名前ですね、ともゆきやまと、それから福井大学というふうに入れてもらえれば、出てきます。まあ、Google 検索してもらってもいいです。で、日本語の方はあんまり出ないかもしれない。英語の方で入れてもらってください。という形になっています。まあ、これは興味があったら後で、ね。さあ、それで、計算の理論の話をもうちょっとだけ詳しくやります。まあ、これはイントロダクションですから、本当に事細かなことというわけではないんですけれども、大雑把にどんなことをやっているのかというと、まあ、アルゴリズム、計算のもの、それから断線整理、キューイングやプログラムの反応性を生むということになります。でこれを一つずつ見ていくことにしましょう。でこの後で計算の複雑さの理論にしていきます。先ほどから出ていますアルゴリズムですね。アルゴリズムというのはどういうのかというと、これは計算機関、コンピューターサイエンスにおける一番基本的な概念で、これをまあ、研究するというのが一番の基本になります。で、アルゴリズムが存在する問題、それからアルゴリズムが存在しない問題ですね。こういうものを、少し見ていくことにします。それからあとは資源ですね、時間とか、それからメモリーのサイズですね、こういうものを限って本当に解けるものだですね。それからあとはアルゴリズムが本当に正しく動くのかというのをどう数学的に取り扱うか、こういうような内容が、計算の理論さあそこでまず計算の可能性ですよね。どういうことが重要かというと、一番下に書いてあります。ほとんどの世の中にあるほとんどの問題は計算機では解けません。これが現実です。実際解ける問題って本当に本当に少ないです。ほとんどの問題、本当はその辺にある、例えば皆さんが日常で遭遇する、あこれどうしたらいいんだ、これをこうしたいと思った問題はほとんど解けません。でまあ、そういうんです。例えば原子力潜水艦を制御するアルゴリズムなんていうのもありますし、平方根を計算するアルゴリズムなんていうのもあります。でそれと同じようにアルゴリズムが存在しない、つまり計算機で解けない、どんなに時間をかけた、例えば宇宙が消滅するまで時間をかけた、まあ、宇宙はそこで消滅しますけれども、
計算機では計算できないというものもあります。本質的にダメと言います。でそういうものの具体例をこれからまた後でいいことになります。本当にそんなのがあるのかと思う人もいるかと思いますけど、ちょっと簡単に証明しています。まあ、アルゴリズムの概念というのは、まあ、随分昔から何千年も前から一番最初に言いましたね。アルゴリズムというのは要するに何かの基準な、例えば料理を作るときにどういう手順で料理を作るか、その手順を表すのがアルゴリズムだから、これはもう人間、まあ、人類が存在したときからあるんですね。例えばどうやって料理を作るのかっていうのは決まってるんですよね。そういうものがで、まあ、長い間いろんな問題に対してこうやれば、例えば、ルート2なんていうのはどうやって計算するか、計算の仕方っていうのがあるんですよね。でそれをもとにしてコンピューターが小数点以下何万桁、何十万桁とかって言って計算する。で、まあ、究極的にはね、努力をすればどんな問題も答えが出るんじゃないかということを、最初に考えて、いろいろと議論を立てたのが、ヒルベルト。日本語で言うとヒルベルトですね。ヒルベルトが考えた。要するに真偽がはっきりしている記述を使ってあらゆる問題を完全に定式化できるような定式的な数学体系を作ろうと考えているわけです。まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、数学ってのは一つじゃありません。皆さんがちょっといじるといろんな数学が出てきます。皆さんが今まで勉強してきた数学っていうのは、ある特定のチェルメル・プランケルの中央論に基づいた古典論理の 数学です。そこをちょっとだけいじってやると全然別な数学が出てきます。でそういう数学、違う数学を勉強する学問もあります。それが数学基礎論という。それで、でちょっとだけ違う世界に行くと、もう全然違うことが証明できるという面白いことになります。まあ、そういう数学体を作りたいといったのが基本になります。で、与えられた記述の真偽を決定する問題を数学の基本的な問題に考えて、それを決定問題、なんかあるものがあったらそれを決定するというような問題を考えましたということ。そうすると全ての問題がちゃんと答えが出るのかっていうと、実はそんなことはないということを言ったのが、ヘーゲルと呼ばれるヘーゲルです。この方が、まあ、1931年に不完全性定理というのを証明しました。これは数学的に証明しました。で、どういうことを言ったかというと、数学に関するに、まあ、数学で必要になるような文章ですね。例えば、何でもいいんですけれども、x の2乗プラスマイナス1イコール0の解は x はルート2プラスマイナスルート2である、あ、じゃあプラスマイナスルート1か、まあ、1、あ、そうだ、 x の2乗マイナス2にしてというように、なんか数学の命題があります。これが正しいのか間違っているのかというわけですね。でそれを決定するアルゴリズムは存在しないということを証明しました。でこれはまあ、画期的な論文で、まあ、どんなに、要するに今の数学は完全ではありません。この数学の中に、解けない問題があります、ね、正しいのか間違ってるのか全然分かんない問題があるということを、まあ、具体的に、どんなものができないのかということも証明します。でその後その不完全性定理に関してゲーデルの他に、まあ、シャーチだとかコースだとか、それから、クレイニーという人たちが、アルゴリズムの存在しない問題というのを考えました。こういうのはたくさんあります。無限にたくさんあるというふうに思います。じゃあそういう問題は解けないんだから、もう正しいと思って数学体系に入れてしまえばいいという考え方もあります。そうしますと数学が広がります。広がった数学の中でもまたゲーデルの定理を使うと、その外側に、つまりその新しく出来上がった数学体系の中では証明、正しいことも間違っていることも証明できない問題です。ですから数学はどんなに頑張っても完全になることはありませんというのが完全性です。さあそこでもう一回アルゴリズム、こういう人たちがいろんなことを考えました。例えばゲーデルっていうのは、まあ、アルゴリズムというものを一例の規則の並びとして定義をするという人に、それから、チャーチはラムダ計算という体系を使って、アルゴリズムとは何かということを定義しました。それから、コストはコスト機械というのを使って定義しまして、チューリングはチューリング機械と呼ばれるものを使って定義しました。
で、なぜそんなことが必要かというと、アルゴリズムというのは昔からその手順という言葉で使われてきましたけど、じゃあ数学的には一体どう定義するのか。定義がなかったら物事が始まらないですね。科学が始まらないんです。ですから正確な定義とは何かということで、いろんな人たちが1930年代に考えたんですけれども、結局のところこの人たちがいろんなことを言ったんですけど、ここで言った話は全部同じ概念になってしまう。まあ、特に、チューニング、まあ、あの授業ですね、今のコンピューターの元となったのはこのチューニングだというものになります。数年前にあのハリウッドで映画化されました。イミテーションゲームという名前で、この人の半生で、この人は第二次世界大戦の時に、ナチスが考える絶対に破られないと言われた暗号を解いてしまう。でも結局最終的には、この人は刑務所に入れられて、精神病院に入れられて、大惨事になって死んでしまう。47歳ぐらいですね。で、ここで書いたのが1930年の、になります。さあ、それで、キューリングの機械はどんなものかというのを簡単に説明します。まず、ヘッドとテープと CT ルームがありまして、入力というのはこのテープの上に書く。テープがありますね。で、この中がこうセルに書かれる。この一つの文字の中、一つのマスの中には一つの文字が入っています。で、アルファベットだったら A とか B とか一つで入っていますね。で、その上をこう、テープヘッドと呼ばれるものが移動しながら、ここにある文字を読むということになります。そうしますと、この、このヘッド、頭の部分、コンピューターの頭の部分のところに、ある情報が、変わるということになります。プログラムも簡単で、こんな感じになっています。こんな感じですね。今内部の状態が P で、sigma という記号を読んでいたときは、プログラムの方で命令として P と sigma があったら P を Q に変えて sigma を tau に変えて、を右にプラス1から右に1個ずれる。マイナス1であれば左に、0であれば動かないという形で動きます。そうしますとどうなるかといいますと、やってみますと、ちょっと難しいので、この P と sigma の位置をよく見て、動かすと、こんな感じで、Q に変わって、タウに変わって、ヘッドの右に。たったこれだけのことです。で、これを右に行ったり、左に行ったり、こう繰り返していくと、最終的に止まって、お返しするということになります。これが、チューリング機械の動作ということになります。で、これをよく見ると、これもものすごく単純なことですよね。書き換えて動くということですけれども、ここでステップ数、これ24ステップで終わるということになります。で、メモリーとしては、要するに、ここからここまでからここまでの端しか使っていないというですね。それ以外のマスには使ってないということになります。こうやって支援と呼ばれるんですね。というのが決める、決まっているというふうになります。で、アルゴリズムに戻りますと、いろんな人たちがアルゴリズムの定義を出しましたけれども、それらは全て一致するということが後で分かりました。で、じゃあ、アルゴリズムというのを定義を今まででやっていたものとしましょう。で、これから新たに出てくるもっと素敵な、もっと一般的な概念というのはもう出てこないんじゃないかというのがこのチャーチ・トゥーリングのチャーチとトゥーリング、まあ、もともとチャーチと言いましたんですけれども提唱と言います。要するにこの先世の中が発展してアルゴリズムという概念がこう拡張されたように見えても実際は拡張されてないということですね。ですから今まで習った先ほどのチューリング機械で定義したアルゴリズムで十分だという話ですね。というで、このアルゴリズムという概念を使ってこのアルゴリズムがある問題は計算ができます、アルゴリズムがない問題は計算ができませんというように呼びましょうという。そこで、プログラムの話、アルゴリズムとプログラムはほとんど同じものですね。アルゴリズムを文章に書いたものがプログラムということになります、ね。で、アルゴリズムのいいところっていうのは、計算機に依存していない。つまり、アルゴリズムをプログラムに直せば、どこの機械でも走らせるんですね。ソニーの機械で走らせたら、できたけれども、例えば、どこですか、IBM の機械で走らせたら動かないなんてことはないから、ね。どこの機械でも、なるほど。
で、まあ、プログラムっていうのを走らせたときに、まずそれを、インタープリターとシミュレーターと、それからユニバーサルプログラムというような名前で呼ばれるものがあります。これはどういうのかっていいますと、アルゴリズム、これ基本的にはないんですよね。これを一つの計算機で実行したら、それをちょっと変えてやると別の機械でもちゃんと動きますよ。そういうことを、つまりプログラムとしては万能である、どんなコンピューターでも動かすことができる。これが、まあ、プログラムの万能性というのになります。要するにアルゴリズムっていうのは機械に依存しないで考えることができるんだということが、まあ、ですから、まあ、全ての計算が本当であるという意味合いは、まあ、どの計算機でも必ず動かして答えを出すことができる、まあ、もちろんプログラムが正しければ、もっとプログラムが間違ってたら当然答えを出すということです。さあ、そこで、計算機というのが出てくるわけなんですけど、その前に計算できない問題があるっていう話をしました。じゃあどんな問題があるのか、まあ、複雑な問題でもすごく簡単な問題です。例えば、プログラマー、皆さんプログラマーになる、あるいは SE になる、本当にプログラムが止まるのかどうかというのはですね、例えば無限ループに入ってしまうと、ファーループでぐるぐる回って答えが出てこなくなって仕方ないから強制終了なんてことをやる必要があるのか、もしこれアルゴリズムで、あるいは他のプログラムでチェックをすることができたら嬉しいなって、ね、要するに、プログラムが与えられた時にそれが止まるのか止まらないのかっていうようなことをチェックできるようなプログラムがあればいい、ね、そしたらもう初めから心配することはない。動かしてみたら止まらなかったなんてことはなくて、初めからこのプログラムにかければ、この君たちが書いたプログラムが止まるのかどうかが分かる、ね、で、この問題ですね、全ての任意のプログラムに対して停止するかしないか、イエスかノーかっていうのを出すんです。これを停止問題が任意を出す。もうちょっと正確に言うと、D というのをデータとしました入力ですね。 P というのはプログラムとしたときに、このプログラム P を実行したときに、この D をデータとしてね、で、この P がいつか止まるのか、あるいはいつまで経っても止まらないのかということを判断するアルゴリズムを作れますかという問題があります。これが、まあ、停止問題ということになります。ところが、この問題というのは実は解くことができませんという話になります。つまり、どんなに頑張ってもこの問題は解けないです。つまり、どんなにプログラムを書こうと、どのプログラムもこの問題を解くことができない。それはなぜかということを簡単に説明します。で、まあ、本当に言いたいことはないけど、停止問題を解くアルゴリズムは存在しませんということですね。つまり停止問題は計算ができませんというわけです。さあ、そこでそれを証明するために配慮法を使います。配慮法のやり方っていうのは皆さん知ってますので、何々であるということを証明したいときには、そうでないと仮定をする。ね、主張が誤りであったとして、ずっと話をしていたら今回矛盾が出ました。なんで矛盾が出たのかと考えると、一番最初に出した出発点が間違ったということで、その反対であるということになります。つまり仮定が間違っているから、最初の主張は正しいということになります。さあ、それを使ってやりましょう。言いたいことは、停止問題を解くアルゴリズムが存在しませんということを言いたいんで、存在しますとしましょう。ですから、これを解くプログラムがありますというわけですね。それを、ホールドテスター、まあ、ホールドと止まるというね、テスターはテストする機械ですね。そういう名前の、プログラムがあるんだということにしましょう。これ嘘ですね。ですから、矛盾が出てます。こんなのがあります。で、まあ、あったとしましょう。そうすると、プログラム P とそれに対する入力 D を入れると、この P が本当にプログラム、この P というプログラムが止まるのかどうかというのが分かります。で、プログラムっていうのはもちろんアルゴリズムを表現したものですから、ファイルとして保存することができる。皆さんプログラムを書いたときに、何々 .c という形でコンピューターに置いておきますよね。ですから、プログラムというのは実は数字の並び、あるいは同一の並び、ね、ということになります。単なる文章です。ですから、文章 P とそれからデータ D というのをもらってきて計算をするということになります。そこのところに入ってくるんですね。で、今、コードテスターというのは P という文章、プログラムを書いた文章
とそれから実際の入力 D をもらってきて判定をする。でどういう判定をするかというとですね、 P と D をもらってきたときに、その P にこの D という入力を加わせたときに本当に止まるのか、止まったらイエス、止まらなかったらノーっていうことを出すのが、オールドテストという仮想的な、これは嘘ですけど、こういうものがあったとしましょうというわけです。さあ、どこで矛盾が出るかというですね、そうしましたら今のやつをちょっとだけ変えてみます。で、ニューを作ります。ニューホールドテスターというのを作ります。今度は入力が P になります。で、先ほどありましたよね、これ P も文章だし D も、まあ、これデータですから0、1の並びで文章、まあ、2つ文章をもらってきて計算するわけですから、この D の代わりにこの P という文章を入れればいいです。そうしますと、どうなるかと言いますと、今度は P を入力データ、それからプログラムと思って、止まるかどうかをチェックしましょう。さっき2つあったのを1個にしたんですね。今度は P というプログラムに P という文章を入力、ね、データとして入力を入れて、イエスかノー。これが New False Test ということになります。さっきのがあればもう、もうね、2のところに P 入れただけですから、これと成り立ちます。さあ、それにさらにまだ作ります。どう作るかというと、この先ほどあったニューフォールドテスターを使って、P が、覚えてますか？ここね、OK のときと、こっちは OK じゃない、こっちは Bad と出す、ね。OK と出すのと Bad と出すというわけです。この Bad が出たときには、止まらないで無限ループに入るようなプログラムを作ります。できますよね。Bad っていう答えが出た途端に、無限フォールループに入っちゃう。イエスが出たらそのまま止まる。そういうプログラムを書きます。これ簡単ですよね。バッドを出力したら、逆か。バッドを出したら止まって、イエスが出たら無限ループに入る。簡単に、イエスが出たら無限ループに入って、こっちが出たら止まる。そういうプログラムにちょっとだけ書き換えて、これ1行付け加えるんですね。if 文で、これがイエスが出たら無限ループに入る。無限ループをかけますよね、フォア文で無限に走らせるみたいな。という、これをファニーというふうに名前を呼びます。まあ、面白いですね。ピンという入力でイエスの時は無限ループ、ノーの時は止まる。さあ、このプログラム、これプログラムですから、ファニーというのはプログラムですから、当然、このファニーの、まあ、これがファニーですね。で、このピンっていうのは、これプログラムですから、文章ですよね。当然、ファニーっていうのもプログラムですから、文章。ですから、この P のところにファニーを入れることができます。そうしますとどうなりますというと、ファニーを入れると、ファニーというプログラムにファニーというのを走らせてやると、イエスが出てグループに回る。で、こっちがどうなって止まるということになります。さあ、そこで問題です。このファニーというプログラムは、一体どうなっているんでしょう。ファニーにファニーを入れたときには、じゃあ、戻ります。このファニーというプログラムがにファニーを入れたときに無限ループに入るということは何かというですね、このファニーというのは何だったかというと、このファニーのアルゴリズムにファニーを入れたときに無限ループになったらイエスが出て、あ、じゃあ止まったらイエスが出て、無限ループに入ったらノーが出るんですね。ところがこれ本当に走らせてみると、ファニーを入れるとファニーはこれ無限ループに入ったときは無限ループに入るわけですよね。無限ループに入るのに、これ答えがノーにならないですね。イエスになるんです。無限ループに入ったときはノーになるんですよ、もともと。で、無限ループに入らないときは必ずイエスが出る。プログラムを変形して代入してくる、ね。ところが、ファニーがもともと無限ループに入ったら、アウトプットはこうなってなきゃいけないはずなのに、最初の比較ではどうなるか、これはおかしい。じゃあ元々のファニーっていうのは初めから無限ループに入らないんですか。入るやつ、あ、じゃあ入らないやつだと思えば、こっち側の停止が出てきて止まるんですけれども、元々の作り方から無限ループがなかったらイエスの答えということで、これ矛盾になるということになります。ですから止まるはずなのが無限ループに入って、無限ループに入ったら止まっちゃう。
こういう矛盾が出てきますということで、矛盾が出ますから最初の仮定が間違っているので停止問題は解けませんということになります。まあ本当に簡単な話ですよね。ということになります。まあ停止問題は要するに解けないということが分かったんですけれども、入力、例えばプログラムとして素数を数えるというような問題にしたら、これ、解けちゃいますよ。例えば、ここにありますように、皮膚の整数を持ってきて、N より大きい素数が存在すれば、その数をプリントして提出する。そうでなければ、無限ループに入る。でも、どんな大きな素数でも、それより大きい素数は存在します。これは簡単に証明することになります。ということで、これはいつでもいいです。ですから、S。いいですか？ある特定のプログラムを取ってくれば、必ず止まったり止まらなかったりします。一般的にね、プログラム P とそれから D というのを任意に取ってきたときに停止しますかっていう問題は、計算ができますね。まあ、これだけしかないのかっていうと、実はもちろんたくさんありまして、まあ、停止問題はプログラム P と D に対して止まるかどうかっていう話ですよね。それに対して、こういう問題もあります。任意のアルゴリズム P があらゆる入力に対して停止するのか否か。一つのデータじゃなくて、すべての入力に対して止まるのか止まらないのかということを判定する問題。これが全域停止問題です。もうこの問題も実は計算ができます。つまりこれは解けません。じゃあもっと簡単に、2つのアルゴリズムが同じ結果を出すのかとか、例えば A さんが書いたプログラムと B さんが書いたプログラムを走らせたときに同じ答えがずっと出るのかということをチェックする問題も解けません。あとは、これはちょっと余談ですけど、ライスの定理というのがあります。ライスさんの人が考えたヘンリー・ゴールドン・ライスですけれども、あるアルゴリズムができても別のアルゴリズムではできないような仕事っていうのを考えました。その時に、その、一つ固定します。で、そして、あるアルゴリズムができても、これね、一つのアルゴリズムにはできるけど、もう一つのアルゴリズムにはできないような仕事を一つ固定したときに、任意のプログラムを持ってきたときに、そのプログラムに決められた仕事ができるのかどうか。例えば、何でもいいですよね。ルート2を計算するなんていう問題がありますよね。で、その答えが、与えられる任意プログラム、誰かさんが書いたプログラムを持ってきたときに、それができるのかどうか。ということを判定する。アルゴリズムも解けませんよ。まあ、もうちょっと簡単に言うとこんな感じですよね。これ全ての問題です。世の中にある全ての問題で解ける問題でこんなちょっとしかない。で、実際に紙面を限って例えば明日までに解けるとか、ね、一月で解けるとかっていうような問題はさらに小さい。解けるっていうのは例えば宇宙が消滅するまでに解けるとかっていう話です。でもそんなのは現実的じゃない。現実的には、例えば明日までに来てとかね、明後日までに来てというのが実際に。さあ、それで今度は計算の複雑さの理論に、それは先ほど言ったんですが、計算資源というものを限って、話をするというに。で、最終的にはプラス P、プラス NP、プラス NP 関税問題と呼ばれるものが、チューリングマシンは、先ほど説明したで、これを元にして考えます。ステークヘッドがあって、CPU のところで内部状態が変わっているというわけですね。で、これを元にしまして、何ステップかかるか、問題を解くまでに何ステップかかるか、あるいは何マスメモリーを使うか、まあ、これが例えばビット計算で考えてもいいですし、バイト計算でもいいんですけれども、何ビット使うかですね。で、こういうようなものを資源としまして、この資源、まあ、時間とかメモリーですね。まあ、ハードウェアの方ですと、例えば、マイクロプロセッサーがいくつになる。例えば、アントとかオアとかノートとかっていうようなですね。それから、プラスとか、それから、加工演算とかですね。皆さんが論理回路っていう授業を取ると、そういうことになります。そういうものがいくつですか。こういうようなものが資源というふうになります。で、この後の話は、どちらかというと、時間ですよね。どのくらいの時間がかかるのかっていうのは、重要になります。で、今、入力の長さを N とします。例えば N ビットですね。そうしますと、この N に移動する関数という形で、この時間とかメモリーとかっていうのを記述するとい
というのが一般的に言われます。例えばちょっとやってみましょうですね。例えば素因数分解ってありますよね。皆さん知ってますよね。例えば、何でもいいですね。12っていうのがあります。12っていうのを素因数分解してくださいって言われたら、12ですと 2×6 ですね。で6っていうのは 3×2 だから2と3というのが素因数になります。じゃあ問題です。これ1つの数です。これずらーっと続いてますけど1個の数です。この関数を素因数分解してください。素因数は何ですかっていうふうに質問されます。はい、やってください。でもね、素因数簡単だと思ってる人はすぐできるでしょっていう話ね。さあこれ、実際はこうなります。この数かけるこの数でこの数で、これを見つけるのにどのくらいかかったかというと、80台のコンピューターを3ヶ月間フルにずっと走らせ続けてやってみたんです。それぐらい時間がかかる。だから素因数っていう素因数分解っていうのは普通の意味では解けません。こんな簡単なことすらできないんです、コンピューターは。いいかな。まあ計算はできます。必ず止まって答えは出ますけれども、あまりにも時間がかかりそう。まあ、ある程度計算の桁数が大きくなる、まあ、ここですとせいで、200桁ぐらいしかないんですけども、例えばこれが、1万桁とかねというような形になったら、多分宇宙が終わるぐらいまで時間かからないと答えになります。ね、このように計算を考えるときにやっぱり資源が必要なんですね。時間だとかメモリーだとかね、こういうものが必要なんです。ただそこでそのデータを合わせたね、データの大きさを N としたときに、例えばプログラムの実行時間が 3N2+5N、ね、まあ、N 風に読めば 3N2+5N、ね、でこういう時間がかかると 3N、 これ、まあ、2って2乗プラススクエアって言うんですよ。 3N スクエア、これと 5N ですね。これを比べてみると、こちらの方がずっと速いということになりますから、こちらの方が主力になります。ですから、この時間でこんなふうに細かく書いてありますね。大体この支配的な方のことを、全近的動作という言い方をします。で、この3倍っていうのも、まあ、あんまり意味がないので、N の2乗時間かかるという言い方をするということになります。そうしますと、問題を解く時間が、入力長さの 6N か N か N の2乗か2の2乗かというのがすごく重要です。まあ、正確に言えば、このマイクロ秒とかというような単位が必要なんですけれども、こういうような、ね、でこれがどのくらい早く大きくなるのかちょっと表現したものがあります。例えば入力データのサイズが10、100、1000というふうに伸びていたときに 6N というのは大体このくらいになります、ね、どう頑張ったって 0.00001 何秒ぐらいすごく早くなります。ところが N 時間かかるようなアルゴリズムであると、この辺に来ると 0.1 秒までこう時間かかる。N の2乗かかるアルゴリズム、プログラムだったら、このぐらいの数が2乗するんですね。と先ほどのように、マイクロ秒計算、ね、これは100万分の1秒計算したとしても、2.8 時間もかかる。ところが、2の2乗かかる計算っていうのをやれば、100ぐらいだったら、10ぐらいだと 0.001 秒で終わります。もう100ぐらいのデータになると10の14乗世紀かかります。いいかな、世紀。でところがこの1000ぐらいになってくると、もう天文学的な数字になります。まあ考えてもらうと分かるけれども、2の79乗でもう宇宙全体にある物質の数になってしまう。ですから2の100乗なんて言ったら、もう宇宙にある存在するものの数より多くなる。そんなものを当然計算できるわけです。ただそこで、ね、そんなこの2の N 乗みたいなものすごく大きくなるものなんていうのは実際現実的に使えません。使えないんで、もうちょっと小さめにして定数の N 乗、ね、例えば N とか N の2乗とか N の3乗とか N の4乗とかっていうような、こういうような数字で抑えられるぐらいの時間でできる計算っていうのが重要です、ね、これを、これ皆さんは知ってますか。こういうのを多項式というんです。ですから多項式時間で解けるものだということになります。これが多項式時間計算量と呼ばれるものになります、ね、N というのは入力のサイズですよ。入力のサイズに対して N の定数上、これだけの時間で、答えができる。
そういうようなものを多項式時間計算量を持つものということになります。さあ、そこでもう一つやらなきゃいけないのは、アルゴリズムを走らせるときにいろんな入力を使いますよね。で、そのいろんな入力を使ったときに、例えばある入力に対してはものすごく速くなる、ところが別の入力にを入れてやるとものすごく時間がかかる。さあ、このアルゴリズムの効率を考えるときにどうしたらいいんでしょう。一番短い時間で終わる時間でできますよっていう、まあ会社とかに入れば、ね、宣伝として一番いいときにこれだけ速いですよって言って宣伝するんだけども、実際に動かしてみるとほとんどの時間早く終わらないなということもあります。というのは課題効果になります。そうでなければ、それはちょっと困るというので、最悪時、つまり一番時間かかる、その時の時間を持って、計算量としましょうというのがよく使われるということです。ただこれ問題なのは、ほとんど早くて一箇所だけ悪かった、そしたら最悪時の計算量は一番悪いところの中になっちゃう。これもなんかちょっと話が違うかなっていう気がする人は、こう平均と言います。これが平均計算量ということになります。つまり、いいとこも悪いとこも全部平均取って、はい、これが平均の値ですというのを使うんですね。で、これからの話は、まあ、この平均の話ではなくて、この最悪の話でちょっと説明をしていきます。で、問題の計算、ある与えられた問題に対して、その問題の計算量というのを考えるときに、まず最初にアルゴリズムの計算量って分かりやすいですよね。アルゴリズムを本当に走らせてみたら、入力 N に対して 2N かかった、ね、N の2乗かかったとかっていうふうに言えばいいわけです。だからアルゴリズムの計算量って分かります。じゃあ問題の計算量は何かっていうんですね。それは問題を解く最も良いアルゴリズムの最悪の計算量という形で提供します。つまりアルゴリズムとしては最良のアルゴリズムを走らせてもなお一番悪いというこれだけかかります。その値をもって問題の計算量という言い方をするというふうに言います。じゃあどんな問題についても計算量が求められるのかっていうと、そんなことは知られている方が少ないということになります。さあ、そこで問題の計算量を計算するためにはどうしたらいいか、ね、よく取られる手は上から押さえて下から持ち上げていく、つまり両側からこうずっと狭めていって最終的にこの値は何でしょうということを決定するというのがよく研究の方で使われます。例えば皆さんが4年生になって研究室先生について研究をする、ね、1年間研究をしてその結果をまとめて卒業論文として提出する、そういう時にどうしたらいいかと、このある特別な問題の計算量を求めたい、例えばこれスーパーマリオ、あとからちょっと出てきますスーパーマリオを求めると、その計算量は上と下から押さえる、ね、上の方っていうのは要するに一番いいアルゴリズムっていうのを考えて、それの上限ですね、それからこれ一番いいアルゴリズムの下限というのを両側から押さえていって少しずつ縮めていって最終的にこの値を、まあ、ぴったり一致してしまえばこの値がきっちりというわけですけど、なかなかそういうふうに思った方にはなかなか。ただそこで、まあ、多項式の時間の、アルゴリズムというのをこれから考えるんですね。この多項式の時間の N の定数ですね。それに対して2の N 乗かかるアルゴリズムのことを指数計算量を持つアルゴリズムという言い方をします。これ指数ですね。2の N 乗ですね。これ読み方としては2 to the N という言い方をします。これは N to the C、という形になります。と、この多項式の時間で、実行可能なのか、実行できないのかというふうな形になります。今度は資源があって、その資源の中でできるかできないかという判定というふうに。そこで今考えている、まあ、ここに書いてあるのは、要するに多項式の時間でできる計算というのを、まあ、一応、計算できる、要するに日常的に計算できる問題というふうに考えましょう。じゃあ、多項式時間で計算ができるのかできないかというのが重要
じゃあその多項式の時間を使って解ける問題を、集めて、それを全部集めたの、これを集合なんですけども、これを要するに集合の集合なんです。問題っていうのは集合のことですよ、集合を集めた、問題を集めた集合、それをクラスという言い方をして、例えば P、 これは多項式っていうのはポリノーミアルですから、その大文字の P を取って P ですね。ですから、与えられた問題が P 問題なのか、それそうでないのかということが重要。例えば簡単な例として入力が与えられます。入力は非負の整数です。で、判定するのはそれが偶数かどうかということを判定します。これはイエスかノーかの問題、これを決定問題という言い方をします。あるいは言語と形式言語という言い方をします。まあ、2年生になって形式言語とオートマトンの授業っていうところで形式言語がもう一点出てきますので、頭に入れておいてください。まあ、2年生というのはもうすぐですよね。あと一学期で2年生になったので。で、この問題は P 問題です。これは簡単で、与えられた整数が偶数かどうかっていうのは2で割れる、2で割って余りがあるかどうかっていうことを調べるわけですから、当然簡単に解けます。これは線形時間になりますので、多項式ので発展できる問題です。ね、じゃあ多項式の時間で解けない問題があるのかなっていう話ですよね。で、どんなアルゴリズムを使っても多項式時間で計算できない問題がある、それを言うためにはこう証明しなきゃいけないですね。まずどんなアルゴリズムを使ってもできない、で多項式の時間で解きませんということを言わないといけないですね。で、例えばできない問題っていうのはありますか。それはどういうことかっていうと、チェスの問題ですね。通常ですと 8×8 の番を使うんですけども、一般的に n×n に拡張します。で、 n×n のチェス盤で、プレイヤーが、まあ、A さんと B さんがこうやるわけですよね。その時に A さんに必ず勝つ必勝法があるかどうかということを判定する。あればイエス、なければノー。この問題は実は多項式の時間では解けない。ですからチェスの問題というのは実は普通の意味合いでは解けません。そういうような問題というのがたくさん。じゃあそんなのはどんなものかというのをちょっとだけ見ていきます。まず詰め込み問題、リンパーク問題、ね、それからトラベリングセールストレスプロート、巡回セールス、ね、それからハミルトニアンサイクルプロート、まあ、これハミルトン経路の問題、それから最後のところはサインフィールドのプロート、時間割りの問題ですね。で、詰め込み問題ってどんな問題かというと、例えば運送会社の重さの異なる N 個の箱を運送するのに W の 重さを運べる T 台のトラックがあります。まあ、それでできますか、できませんかっていう話ですね。それから巡回セールスマンの問題っていうのはどういうのかというと、ちょっとだけ今の話を見ましょう。いいですか。こんな感じです。ここに箱があります。それぞれの重さがあります。これ入力です。それからトラックが今2台あるという情報もあります。それで最大積載量が14トン。14トンまでしか載せられません。さあ、これちゃんと載せられますかっていう。イエスかノーか。例えばじゃあこんな簡単で重いものから乗せていこうって考えるわけですよね。だから一番重いのを乗せた次14トンだからまだ5トン乗れるって言って考えてやると残りがかなる。これがダメです。でこういう考え方じゃダメですね。それからトラベリングセールストレスプログラムっていうのはありますよ。都市を回ってセールスをしていく人が、制限された距離内で全部の都市をちょうど1回だけ回って取れる、つまり一筆書きですよね。全ての点をこうずっと1回回って元に戻ってきて、しかも、制限距離、例えば、会社から言われてよ、君は例えば、500キロまでしか、行っちゃいけませんと、それだけの予算しかありませんね、で600キロ行こうと思ったら自腹で払ってくださいって言われたときにできるかなって感じですね。これは どんなのかというと、でそれからあとハミルトン経路の問題というのはどういう問題かというと似てるんですけれども簡単で、こういうようなグラフがこういうのグラフって言いますね。どこの頂点からでもいいんですけれども、ここから出発して全ての点を1回だけ通って元に戻る道がありますか、イエスかノー。これがハミルトン経路の問題ということになります。いいですか。点は通っても通らなくてもいいんですよ。
点は、この頂点、ね、クロワンね、頂点は1回だけ、2回通っちゃダメ、ね、1回だけ通って元に戻れる、イエスかという簡単な、ね、これがハミルトン平方、これも溶けます。それから、皆さんに、ね、よく出てくるのが時間割の問題で、例えば、利用できる時間枠の数、それから講義のリスト、それを受講する学生のリストというときに、学生が受講する講義がかぶらない、例えば同じ学生さんは、ね、2年生の必修とそれか 2年生の必修を落としちゃった、その次のときに2年生の必修が、まあ、それを、ね、落としたらいいやつね、例えば必修が2つ重なっちゃったなんてことになったら困る、ね、そしたらみんな単位落としちゃう、そういうことがぶつからないようにできるのかっていうのを作る、まあ、時間表を作るもの、この問題は解けません。ですから皆さん、学務とか学生課の人が一生懸命手作業でやってます。でこういうような問題は解けない、じゃあそういう解けない問題ってどこに入るのか、そういうのを集めたのがクラス NP というものになります。先ほどの B パーキングの問題ですね、それから運送会社の問題ですね、でさっきの問題ありましたよね、運送会社の問題とこれ、ね、運送会社の積む問題と、それから、この一筆書きができるかどうかという問題ですけれども、一応ちょっと念のため答えを言ってみます。これが答えです。こうやって詰めを詰めます。こういうふうにいけばちゃんと一筆書きができます、ということで答えはイエスにしています。でこれの一般化です。例えばこれが頂点が1億本ぐらいある、はい、一筆書きできますか、ね、こちらも箱の数が、まあ、簡単に、1億個あります。トラックの数が、1万台あります。はい、できますか、ね、そんな簡単にはいかない。で、こういう問題のことを、NP の問題という言い方をします。さあ、そこでどのようになっているかというと、これは多項式の時間で解けるものですね。それからこれは先ほどのように解けない問題であってるかというか大きな問題ですね。と P の問題というのは実はその NP の中に入ります。どうしてかというと解けちゃうんですから、ね、解けた問題は、さっきのような NP という問題に入ってしまうというふうに思います。さあ問題なのはここなんですよね。さっき解けないとかって言ってちょっと言い過ぎたとかね、さっきのあのリンパッキングの問題ね、トラックに詰める問題はできませんなんて言いましたけど、実は分かってないんですよね。できないかもしれないというのが正確です。で、NP の問題というのは解けるかどうか、 P の問題と解ける問題ですから、 NP と P が違うのか、あるいはイコールになるのか、つまり先ほどのようなリンパッキングの問題だとかハミルトニアンの経路の問題ですね、一筆書きの問題が実は解けてしまう、あるいはその時間割の表、時間表の問題ですね、時間割表の問題も解けるのかどうか、これは未だに分かっています。で実はこれ懸賞金がかかっています。世界に懸賞金がかかっています。でたくさんの人はこっちじゃないかなとは思っているわけです。でこれが長年にわたって2回月の問題で1万ドルの賞金がかかっています。つまり1億円です。でこの問題を解けば1億円がそのまま来る。で皆さん興味があったらウェブページ見てください。ブレイマーマレックス建設というところが出しています。で最初に、いくつだったかな、7つか10個の、解けてない問題を出しまして、そのうちの、2台ぐらいはもう解けました。で1億円払われました。でこの P イコール NP の問題というのは未だに今解けています。まあ、正確に言うとね、1人の人は1億円あげるって解いちゃったんですよ。問題昔からあった問題、ロシアの人なんだけど、取って君に賞をあげますって言ってあげたらいらないっていう人が1人いました。あ、そうでなければもらいます。さあそこで、もう最後の方なんですけれども、 NP っていうのは要するにもうちょっと簡単に言うと、単位を候補が与えられて、それが正しいかどうかっていうのを多項式の時間で判定することができるという言い方で、説明することができます。でその時に NP の問題が全て P で解けるのかっていうと、 NP の問題っていうのは無限もあるわけです
言語の話をしなきゃいけないのかっていうと、実はそうではなくて、問題が難しいのか簡単のかっていうのを比較する手段というのを考えることがあります。でこれがスティーブン・クックという人です。トロント大学の教授をやっています。今でもやっています。今75ぐらいかな。クックの定理という有名な、要するに計算量理論の創始者の一人でもありますけれども、1971年にこの国際会議の論文で提案したものですね。要するに難しさの尺度を変えましょう。つまり2つ問題があったらどっちの問題が難しいのかと、 NP の中で一番難しい問題一つを解けばいい、そうすれば P と NP になっちゃうということを初めて言いました。でその NP 完全、これから話をしていく、その NP なんで一番難しい問題を NP 完全問題、それを言葉もするということになります。で、まあ、1982年にテューリング賞、つまり理論計算幾何学の中のノーベル賞と呼ばれている賞をもらった人です。ちなみに、僕の指導教科だった人です。それで NP 完全問題の例として、先ほどありました詰め込み問題とか、ハミルトンの問題とか、順番してですね、これがすべて NP の中で一番難しいになります。これは証明することが簡単にできます。まあ、授業のここでちょっとやりますけど、3年生になっても授業になります。難しい。だからこの中の一つでも解ければ、すべての NP 問題が P になる。解けてしまうということになります。ですから、無限個ある NP 問題を考える必要がない。これ1個、どれか1個解ければということに。ですね、いい子で NP 完全問題1個が解ける、1個解けるということは全て解けるということに、それが一番難しい問題だからということに、じゃあ例えば P と NP が違ったとしましょう。そうすると NP の問題は解けません。当然 NP なんか一番難しい問題は解けるわけないんですよね。ですから一筆書きの問題にしても、トラックに積み込む、ね、宅急便の問題にしたって解けないんですよ。P と NP が違えば、じゃあやめるのかっていうと、そういうわけにいかない。なんとかしなきゃいけないっていうんで、いろいろなことを考えます。厳密な答えを求めるんじゃなくて、近似でいいでしょうと、ね。例えば、ルート2を正確に求めろっていう問題がもし難しかったとすると、ね、1.41 なんとかなんとか無限に続きますよね。1.41 でいいじゃないか、ね、っていうふうに考える。そこまで求めるんだったら、早く。こういう考え。それから、アルゴリズムを見つけます。全部の入力に対して速いかっていうと、そうじゃないんだけども、現実的に出てくる問題に対する入力は速い。たまたま変なのを入れたら悪いんだって、時間かかるんだけれども、ほとんどの場合速い。そういうアルゴリズムを使う。ね、それから、3番目ですと、確率ね。小さな確率、例えば 99.9% 正しかったら、まあ我慢しましょう。0.01% たまに間違うぐらいだったら、まあ多めに見ましょう。そういうような感じ。まあ、これは確率的なアルゴリズムというのを。こういうようにして、まあ、NP 問題解けませんけれども、NP 完成問題解けないんだけれども、なんとかしましょうということで、皆さんいろいろと考えます。で、皆さんがこれから社会に出てやることは、こういうことに。さあ、そこで、ちょっと研究室の簡単な紹介というのを最後にやって終わりということにしましょう。研究室ではどんなことをやっているかといいますと、まあねねまあ、計算幾何学、今まで説明してきたのは、ごく一部分です。まあ、計算幾何学、この基礎となる、例えばデータベースの開発だとか、ネットワークの構成だとか、画像処理だとか、線通信だとか、並列計算だとか、ゲームの開発ですね、ファジーの制御技術、こういうような、コンピューターで処理しなきゃいけないようなものの基礎になるをやっています。例えば、認証ですよね、指紋認証だったり、アイリスですよね、この目で認識したり、こういうのがよくある、ファジー制御技術で、あとはネットワーク管理、セキュリティ管理。それが、まあ、研究室に来たら、他の研究室もそうなんですけれども、ここの研究室では、まあ、全ての分野に応用ができる、まあ、
コンピューターサイエンスの基礎をやってますからね、すべてのことで応用できる、まあ、就職にすごく有利です、ね、それから特に考える時間分析力が有利です。ただプログラムを書ければいいかというと遠いんだっていろいろと考えるそれからあと世界的レベルの研究になります、ね。ほとんどの研究発表は外国、国外に出て、まあ、スペインとかイギリスとかで、ね、それから、まあ、アジア、ヨーロッパでの発表、それから、まあ、英語かイギリスの当然発表は英語ですけど、国際会議の公用語は英語ですから、英語で論文を書いている、英語で発表している。まあ、うちの4年生はいろんなところに行きました。まあ、就職した人もいますし、まあ、進学では、福井大学の大学院とか、あと、一人京大に、行きました。で、まあ、成績が良かったかというとそうじゃなくて、まあ、真ん中ぐらいの学生さんでしたけど、ものすごい入試対策でやって一人行きました。まあ、そのですから大学に入ってから一生懸命勉強すればどんなことができるんですか。でどんな研究がやったのかって2、3出しますけど、スーパーマリオのゲームを計算機で解けるのか、スーパーマリオの問題って結局これ難しいということが分かる。それからあとはいかに巧妙なハッカーからネットワークを守るかっていうのが研究した人もいます。でその他にはどんなのがあるかっていいますと、こういうやつですね。普通のコンピューターっていうのはもうこれ以上、まあ、だんだん速くはなっていくんですけども、そのうちにこれ以上速くはできない、これ以上小さくはできないという物理的な限界というのがあります。例えば分子っていうのはもうこう、例えば何百何万何千っていうのをこうどんどん縮めて小さくしていかないと小さなチップってできないんですよね。ところがある程度の大きさがあるわけですから、もうこれ以上小さくできないっていうところがあるんです。ですからいつかはこれ以上小さいチップは作れない、これ以上コンピューターは速くできないっていう、そういう物理的な限界があります。これはもうしょうがないです。そこまでしかいかないんです。じゃあそれより速くしたい、もっとすごいロボットを作りたいなんてことを言ったらどうするかというと、今のコンピューターを諦めるしかない。じゃあ別なコンピューターをどうやって作るかというと、一つが量子コンピューター、ね、皆さん量子力学って聞いたことありますよね。その量子力学という物理学の基礎を使って作る。でこのコンピューターはこんな形はしていません。全く違うものです。巨大、今あるやつだと巨大な電磁場を作って、その中で、マイナス何百度にして、原子をトラップしてそれを回転させるということをやっています。でこれが面白いのはテレポーテーション。テレポーテーションで皆さんよく SF 悩みますよね。この人間がいてパッと消えて星に現れる、これ簡単にできます。まあ、人間を動かすのは大変ですよ。分子とか原子のレベルに壊してだったら運べます。でこれはだいたい1000万ぐらいで機械で売ってますので、皆さんよかったら簡単にできます。こっちにあるものをこっちにパッと一瞬で動かします。これができるのが、量子テレポーテーション。でこれを使って暗号、要するに通信をする、要するに絶対に破られない、どんなにハッカーがいようとも絶対にハッカーに漏れない暗号が作れます。というのも、まあ、ちょっと重要なことで計算の基礎、あと学習理論、これはロボットにいかに学習させるか、これもなかなか難しい問題で、ロボットにただプログラムを書けば動いてくれるかっていう、そしたら教えたことしかやらない。ロボットに学習させてそれで賢くなっていってもらわないと、毎回例えば椅子の座り方か歩き方から食べ方か全部教えるなんてこと言ったらそれこそできないんです。でも自分で、要するに赤ちゃんが少しずつ覚えていって自分でこう何かをするように、そういうふうにしないと、そのためにはどうしたらいいか、学習できるんですね。それからあとはいかにインフォメーションを送るのか、あとはゲームの理論ですね。それから暗号だとか、これは暗号系、そういうようなことを、やっています。まあ、よかったら論文もいっぱい出て、 Google 検索してもらえれば1000や2000ぐらい出てくると思います。でそれで、まあ、研究室はこんなことやるんですね。他のところも大体いたり言ったり、まあ、学園祭にこう参加したりとか、オープンキャンパスというのがそこで研究紹介したりとか、
ですね。あとはスタッチだとか、他の大学と交流したりとか、あと中間発表ですね。これ4年生になってからの話ですけれども、ここで一応卒業論文でこういうふうにまとめて、こういうことをやって、こういうふうにまとめたいということを発表します。で最終的に卒論を書いて、あとで、これをこんなことができましたというふうに言って、皆の前で発表、先生方と生徒の前で発表、こういうことをやって、最後に卒論をして、ということに、まあ、このようなものは大体全体像ということになります。で、まあ、こんな学生さんがやってくれたらいいなというのは、まあ、熱意や情熱がある、ここはやりたいから来たいというような人に、あと、まあ、人だらけ。P と NP を絶対に解きたい、1億円欲しい、まあ、1億円欲しいなちょっとそこはちょっとね、お金が当たらないからね。でも1億円で言っても済んだくなりますよ。例えば1億円、例えば宝くじが当たったとかって言っても、ほら家族とか兄弟とか親戚とかいろいろとこう出していくとすぐお金が当たる。で、世界的な研究会社、もちろん世界的な研究しかしてないんですね。で、新しいことに挑戦した、これはものすごいです。新しいことを入れるっていうのは本当に重要です。考えることも好きな人です。それから外国に行きたい人です。まあ、ね、外国に行きたいから来るっていうのでも、別に悪くはないですよ。それでちゃんと発表するほどのことをやってくれるってことは、まあ、モチベーションはないということです。あとは集中力、ペンを集中してやるってことです。こういう学生さんが、ぜひ、うちの研究室に来てくれるといいな、ということで、話は終わりだというふうになります。何か質問とかありますか？大丈夫そうかな？はい、それでは、終わります。ご苦労。